さあ今日の県内は多くの地点で35度以上の猛暑日となり、鶴岡で 38.7 度と今年の県内最高気温を記録しました。午後2時半の山形市です。手元の温度計では 36.9 度を指しています。こちらの公園ではテニスコートが8面あるのですが、暑さのせいでしょうか、全く人が見受けられません。県内では今日2日ぶりに熱中症警戒アラートが発表されました。最高気温は鶴岡で 38.7 度と今年の県内最高気温を記録しました。これは鶴岡の8月としては観測史上2番目に高い数字です。また県内は22の観測地点のうち9地点で猛暑日となりました。山形市内の公園では屋外で運動をしている人が少なく、夏休み中にもかかわらず人はまばらでした。この猛暑の中、屋外で運動をしていた人は川行きたかったんですけど、やっぱ暑いからこそバスケに来たかなって感じです。直射日光当たって靴とかも暑くて、靴の中とかすげえモワモワするかなって感じ。こまめな水分補給や休息を取るなどの熱中症対策を十分に行うことを心がけていると話します。僕は服をなるべく薄くして、なるべく風通しがいい服を着るようにします。暑さは明日以降も続く見込みです。